知事の失職に伴い実施される兵庫県知事選に政治団体党首の立花孝さんが無所属で立候補することを表明しました元参議院議員で政治団体 NHK から国民を守る党党首の立花孝さんはきのう兵庫県庁で会見を開き無所属で知事選に立候補することを表明しました。 橘さんは会見で知事選について自分の当選は考えておらず前知事の斎藤元彦さんを擁護する活動をしたいとした上で候補者を募集し複数人を擁立する考えを示しましまた。斎藤前知事のやっておられることはそんなに大した問題じゃないというか少なくとも犯罪行為も見つからないし違法行為もないと。 まあそういったことをです、ね、発信力のある私があしっかりと今回の選挙戦で訴えていくことによって、えー、合法的なサポート斎藤前知事の合法的なサポートをしていい。きた今月31日告示、来月17日に投開票される知事選にはこれまでに7人が立候補を表明していて立花さんで8人目となります。